はい、こんにちは、勝又です。ということで今日はですね、まあ今マスクしてますけども、まあこのサムネイルに分かる通り、まあうちで過ごそうということでね、ちょっとずっと昨今の影響でうちにいるんですけども、うちにいて何の動画が撮れるかなということで全然こうひらめかないやっぱね、外に出れないとなかなかこう厳しいなっていうのを実感しますね。まあそんな中、最近坊主にしましてですね、自分で坊主にしまして、坊主にしてから約2週間ぐらい経つんですけども、もうだいぶ生えてきましたね。だいぶ黒くなってきた。剃りたてほやほやの時はね、すごいあの色してたんですけども、もうちょっとこんな感じ見づらいかもしんないけど、本当にイガグリ頭みたいな、もうすごい、もう薄、もう本当に薄かった、うん、こんなんだったのにもうこんなになってる。でこの頃から同時にちょっとヒゲもね、生やしたことがないので、全然ヒゲも生やしてみようかということでヒゲ生やしてます。今で今もうこれ開けるんですけども、まあそもそも勝又さんどんなんだったかっていうと、こんなんでしたね。こんな感じの人でしたよねじゃあ今それがどうなったかお見せいたしましょう。こちらです。ドン。だいぶ違う人だねだいぶ違う、本当になんか怖い人みたいだよねいかにこう笑っててもさ、なんか汚らしいし、これはいかんせんやっぱちょっと似合ってないね。ほっぺたはね生えてきてたんですけども、ここら辺もあの妻に全部抜いてもらって、でここだけ生やしております。でなんか不思議なことにね、顎の毛ね、白髪みたいなのね、白い透明なのとか金色のやつとかも生えてきたりしてて、こんなのも生えるんだと。ただ僕はやっぱここつながらないね、ここは生えないし、あとやっぱここもなかなかつながらないね。ちょっとつながってはいるけどちょっと離れ気味で、あとここも生えないね。ここは生えてるけどここは生えない、って感じかな。ただじゃあこれの何がいいか、何も良さはありませんこの当時の方が爽やかでいいよねやってみないとわからなかったので、まあ、やってみてわかった。なので今からちょっとちゃんとね剃りたいと思います。いきなりこれで剃ると、今この状態だと32、3とかそのぐらいの年齢に見えると思うんですけども、多分剃ったら18、19、20ぐらいの若者に見えると思うので、ヒゲ剃りでねちょっとちゃんと剃りたいと思います。ただここまで生やすとね、ヒゲ剃りだと引っ張っちゃってね、毛がね結構痛かったりするんで、先にちゃんとトリマーでねやってからヒゲ剃りでやらないとかなり痛いです。もうな、まああの結構メインチャンネルで勝又博物館の方ではね、ヒゲ剃りの動画を3回ぐらい出してるのであの、はい、そんな感じで剃りたいと思います。はい、それでは、ブラウンのシリーズ5ですね、こちらを使ってやっていきたいと思います。まずはこちら後ろの方で歯が大きい方でね、ある程度やってみたいと思います。あ、痛いな、これでも、これでも痛い。あ、大丈夫、向き、おお、だいぶいいね。あ、ヒゲ面のサムネイルを撮っていなかったけど大丈夫かな。とりあえず下はいけましたね。ちょっと下だけやってみようか、ここだけ残してね、面白いから。
気持ちいい、気持ちいいね。やっぱない方がいいね。すごくいい。さあ、とりあえずここまでできました。これだとなんかフレディ・マーキュリーみたいだね。クイーンのボーカルみたいな。ちょっとなんか、どうなんでしょう。なんか外人みたいな、ちょっと外国人みたいな感じがしますね。やっぱない方がいいかな。ちょっとうさんくさい感じがあるね。詐欺師みたいな。上もやりましょう。完成、戻りましたね。やっぱこっちの方が全然いいね。あれは似合ってなさすぎるね。はい、ということで完成いたしました。完成。やっぱいいね。ない方がいい。トゥルトゥル。まあちょっと青くいっぱい生やしてたんで、長い期間生やしてたんで青く残っちゃってますけど、でも綺麗。よかった。実際僕今27歳です。今年の11月で28になりますけども、まあ28には見えないかな、まだ。ちょっとこうするとね、急に若返りますね。いやー、髪型もね、もうこれで生えてきたらどういう感じにしようかなって感じですね。角刈りとか。はい、ということで、まあ何が楽しかったって言われたら何も楽しくはないんですけども、普段味わえないねことを家にいるとこう過ごせるので、まあ違うことができてよかったなと思います。いやでも本当にこの家にいる時間ね、どう過ごすかって大事だと思いますので、いろいろ考えてね過ごしたいと思います。はい、まあちょっと違うチャンネルでね、実は新しいチャンネル作って、誰にもこう言わずに、誰にも言わずにというか、まあゼロからやってるチャンネルがあって、今登録者10人ぐらいかな。はい、頑張ってるチャンネルもありますので、ぜひ探してみてください。今公開されている動画はポケモンとセーラームーンかな。はい、他にもどんないろいろ上げていきます。ジャンルはどんなのかは内緒です。それではまた明日。